岡崎空襲は第二次世界大戦末期の1945年7月19日未明から20日にかけてアメリカ軍によって行われた愛知県岡崎市への大規模な空襲また岡崎市を目的として行われた空襲の総称総計90機による約1時間半にわたる波状攻撃午前4時ごろ警報解除同日には 福井県福井市、茨城県日立市、千葉県銚子市、兵庫県尼崎市の日本石油管再生成所への爆撃も行われている。この空襲における死者数は長らく207名とされてきたが、岡崎空襲を記録する会の調査結果を踏まえ、2016年7月に岡崎市は280名という見解を発表した。 1945年1月5日5時20分頃、岡崎市は初めて米軍による爆撃を受けた。この時は、B、B-29 爆撃機1機が、ホラ町に、焼夷弾を投下し、8個250坪を焼いただけだった。1月9日には、B、B-29 爆撃機3機が、岡崎上空に侵入した。さらに5月14日8時50分頃、再び、 オラ町に、焼夷弾が投下され、2個50坪が全焼した。6月に入ると、57の地方都市が、爆撃目標として設定され、岡崎市もリストに加わった。この他、岐阜市、市宮市、桑名市、大垣市といった名古屋市周辺の都市も含まれた。アメリカ合衆国戦略爆撃調査団の報告書、名古屋市爆撃の効果には、 これらの衛星都市を爆撃することで、第一に国民の戦意を打ち砕き、第二に産業を破壊することで労働力の拡散や士気をくじくことが目的に挙げられている。また、岡崎市爆撃に関するカーツスイルール名司令官の報告書によれば、名古屋の大工場の下請け工場が多くある岡崎を爆撃することで、 補助的商工業を破壊することに目標を置いていたとしている。7月19日9時、P-51 の編隊が西三河に現れ、銃撃を行った。同日、米軍第29軍により、岡崎市爆撃の命令が下り、第314航空団の B-29 爆撃機126機が、グアム島のマリアナ基地グアム北飛行場を飛び立った。 58、73、313の各航空団と共に北上し、伊王島から14000から15400フィートを取って、紀伊半島から伊勢湾に侵入、20日0時過ぎに岡崎市上空に達した。当時、上空は雲に覆われていたという。航空団は0時52分から2時10分にかけて爆弾を投下した。 投弾高度は3900メートルで、焼夷弾を中心に12506発が投下された。爆撃は、まず明大寺町、そして大清町などの市周辺部に、焼夷弾が投下され、ついで中心部に投下された。この爆撃で、連尺町や厚生町などの中心部を焼き尽くし、10時頃まで燃え続けた。日早朝から三郎市長らが、 岡崎市役所に詰め、被災地区のひな、元の身、太平、羽などの地区に対し、7時30分までに、握り飯3万食を供給することを命じた。また、被災者に対する手拭いや、肌着などの供給も開始した。同日12時30分頃には、米軍 P-38 戦闘機が発揮襲来し、市民に、機銃装車を浴びせた。人的被害は、 死者207名、行方不明者13名、被災者32,068名に上った。後、死者280名に修正。建物の被害は、全壊7,312個、半壊230個に上った。当時の岡崎市の個数は、約2万個だったことから、3分の1以上が消失した、ことになる。県立岡崎病院。 岡崎市立図書館、岡崎商工会議所、愛知第二市範学校、愛知県岡崎中学校、岡崎市立高等女学校、徳王神社、三河別院、龍会院、大林寺、極楽寺、西岸寺、岡崎高等市範学校、連尺国民学校、男川国民学校、羽国民学校などが消失した。岡崎天満宮、松あたる寺、 三島国民学校、ネイシ国民学校もほとんどが焼けた。一方で、市役所は数十発の焼夷弾を受けながら、待機していた、市林からなる、自衛団の起点によって、消失を免れた。名鉄岡崎市内線は、車両14両中7両と岡崎車庫を消失し、甚大な被害を被った。米軍の岡崎市爆撃に関するカーツスイール名司令官の、 報告書によれば、建造地域0.95平方マイルのうちの0.65平方マイルと、それ以外の地域0.03平方マイルが、破壊されたとされる。このうち、住宅地域0.85平方マイルのうちの0.60平方マイル、工業地域0.10平方マイルのうちの0.05平方マイルが破壊された。一方で、 攻撃目標となっていた海軍岡崎飛行場や日清防石張先工場、有望な重工業は損害を受けなかった。20日中に軍司令部より空襲の発表があった。この時の米軍 B-29、約80機という数字は市役所関係者が爆撃の中でとっさに推定したもの。東海軍管区司令部発表1 B29 約80機は7月19日より約2時間にわたり、島半島付近より地次侵入し、岡崎市付近を焼夷攻撃の地、お前崎、厚見半島の間より南方に脱却せり、これがため、岡崎市及び周辺地区に火災生じたるも、官民の関東により、 復業までに概むね沈下せり、朝日新聞1945年7月21日路面電車、名鉄岡崎市内線は1週間で復旧した。復旧時は残された車両での運用が続いたが、名古屋市電から車両を5両購入し、名鉄も90系電車として投入した。焼け跡にはバラックが、次々と建てられ、東岡崎駅前、モダン通り、 松本町に青空市場が開設された。7月、東岡崎駅前のバラック店舗が、八幡町に約200件移転した。また、松本町の松あたる寺には、松あたる寺盛り場商店街が開いた。9月には、厚生町に岡崎セントラルアーケードや、国勢チェーンストアが開業するなど、賑わいを取り戻していった。9月11日、 特別都市計画法が交付され即日施行される。岡崎市は、潜在都市指定を受ける。これにより、理災地域60万坪のうち45万坪を対象とする、潜在復興土地区画整理事業を計画した。岡崎市では、愛知県が土地区画整理や、住宅移転を行い、市が、街路、上下水道、ガスの布設や、 緑地の整備などを執行することとなった。1946年度より5カ年計画で4,677万4000円をかけて計画を実行し、そのうちの8割を国庫から拠出し、残りが県と市に均等に割り振られた。1月20日、土地区画整理委員会の委員の選挙が行われる。委員長に大田孝二が就任。2月、 GHQ 経済顧問のジョゼフ・ドッジがドッジラインを発表。これにより国庫負担が8割から5割に減額されたため一時施行地域を設定した。二次施行地域とされた7万4千坪は被害の少なかった地域だったが一時施行地域を40万坪に拡大した。このほか幹線道路を40メートルから30メートルに 街路の最小幅員を6メートルから4メートルに変更した。また、住宅建築については消失した建物の89%を再建し、一時計画のうち約8割を完成させた。6月27日、潜災都市の中で最も速やかな復興を成し遂げたことから、全国の潜災復興モデル都市の指定を受けた。 1950年4月空襲被災で、豊川市に移転した、愛知第二市班が復帰。前年に発足した愛知学芸、大学豊川文校も岡崎文校として移転する。1952年7月10日、戦後復興に関し、長岡市と名古屋市とともに建設大臣表彰を受けた。この年の5月2日、新宿御苑で、 1> 第1回全国戦没者追悼式が行われるが、それを受けて7月13日、岡崎市でも戦没者2130名の合同慰霊祭が愛知学芸大学体育館で取り行われた。1953年度末までに一時施行計画は、ほぼ完了した。名鉄岡崎市内線は、岡崎戸の橋駅、能美町駅の間で軌道の移設が行われ、 本町通りの拡幅に伴い岡崎電協駅、厚生町駅間が複線化された。また、東岡崎駅前に駅前広場が整備された。1954年度からは残りの事業を岡崎市が単独で行い、1958年度に全ての事業を完了した。総事業費は2億2600万円で、当初計画の5倍弱を費やした。このうち、 国が9700万円、県が2300万円を負担した。1957年11月、戦災復興祭が開かれた。1958年4月10日、午前10時30分、岡崎市戦災復興事業完成記念式典が、挙行される。籠田町の籠田公園に、戦災復興の日が混流され、戦災復興は一つの区切りを迎えた。 なお、この日、岡崎公園では午後2時に、岡崎城の復元工事の自鎮祭が行われた。1962年、ホーム施設の公害移転が始まる。1972年7月19日、岡崎市の主催する第1回岡崎市選没者及び、戦災死者追悼式が、岡崎市民会館で開催された。一行、 毎年7月19日、または7月20日に式典が、同会館で行われることとなった。2011年7月、岡崎市戦没者及び、戦災死者追悼式の名称が、岡崎市平和記念式に変わった。1977年7月20日、しびこ西広場に、慰霊碑が混流された2016年7月1日。 岡崎市は、岡崎空襲を記録する会の調査結果を踏まえ、それまで207名とされてきた死者数を280名とすることを発表した。2017年7月19日、市民団体岡崎空襲の慰霊碑を守る会は、しびこ西広場で行った市民慰霊祭で犠牲者280人の名簿を初めて配布した。ありがとうございます。